世界ランキング1位の個人4がパクソンヒョンと同じ帽子をかぶり、LPGA ツアーでプレーすることになった。セマスポーツマーケティングは11日、個人4がフィリピン企業ソレアリゾートカジノとメインスポンサー契約を締結したと明らかにした。個人4と契約したソレアはフィリピン企業ブルームベリーリゾーツホテル参加の企業だ。 パクソンヒョンも2019年から、それらのロゴは入った帽子をカブリエル PGA の舞台でプレーしている。セマスポーツマーケティングは、双方の合意の下、具体的な契約条件は発表できないが、世界一位個人4の名声に符合する水準で契約が行われたと伝えた。スポンサー会社の代表エンリケイ・ラソン会長は、 個人4とパートナーシップを結ぶことになり光栄で誇らしいと述べた。個人4はスポンサー会社とファンに、私を信じて公演を決定してくださりとても感謝している。心強いメインスポンサーができただけに、さらに責任感を持って LPGA 大会に臨むと喜んだ。さらに、世界一位というタイトルを意識せず、 常に未熟な部分を満たそうと努力して、新しい目標のために挑戦する選手になろうと思うとし、いつも私を応援してくださり、大切にしてくださる方々に応える気持ちで、一大会一大会集中して優勝でいらえたいと抱負を伝えた。